佐野さんのところなかなか行けないんで、大阪でも美容室探してるんですけど、おすすめありますか？大阪は、なんだろう、カシェっていうところとか、マッシュさんとか結構有名かなと思うんで、そこ行くと結構技術あるんじゃないかなって思います。どうだろう、前髪 2way にしようか迷っています。メリットやデメリットなどあったら教えてください。メリットはどっちも楽しめる、この2つ、前髪ありとなしと楽しめる。デメリットはそうだな、どっちもバッチリ決まりきらないっていうのは、どっちもいいけど中途半端になっちゃいやすいんで、バチッと決めたいんだったらどっちかにした方がいいかなって思います。佐野さんのお盆休みは何するんですか？僕のお盆休みは10月末です。10月末に1週間休み取るので、8月はバリバリに働きます。予約ちょっと開けたので見といてね。マットレスどこのやつですか？マットレス、こいつはさっきストーリーにもあげたんですけど、ニトリの N スリーププレミアムマットレスセミダブルです。P3 って書いてあったような気がする。3層になってるやつで、めちゃめちゃ柔らかいです。こいつはいいですよ。リンクから楽天ルームに飛べるようになってるので、そっちを見てもらうと何のシリーズか載ってるんで、ぜひ真似してみてください。僕的にはコアラマットレスのレビューと比べてこっちの方が良かったっていう感じで書いてあったんで、僕はこっちに買ってめちゃめちゃ寝心地いいので、今日から熟睡できるかなと思います。割と固めの髪で量も多くてウルフ目指せますか？目指せます、大丈夫です。大体癖とかなければ大体みんないけると思うんですけどね。あと長さがあれば大丈夫です。肩ついてたらいけると思うんで、肩ついてなくてもいけるんですけどね。僕も肩つくギリギリぐらいなんで、短いやつでもよければ全然いけますし、髪の毛硬くても量感とか質感、セニングで削いていけば可愛く仕上がるのでバッチリです。ぜひやってみましょう。9月の予約まだ空いてますか？まだちょっと空いてます。ストーリーにカットとカットカラーとブリーチカラーと枠出したんで、それで見てもらうのと、予約のリンクから飛んでもらって、そこで丸がついてるところは予約取れます。相談かって書いてあるところは基本もう取れないと思うので、丸がついてるところで行って、もう空いてなければ DM ください。そこで予約取れるようにしていくので、で予約をしてくれてる順に今返してってるんですけど、たっぷりこう予約が来てるんで返しきれてないので、相談だけの DM は後回しに今させてもらってるので、先に予約をしてから相談の DM もらえたら予約取れます。育毛歴ある髪の毛でもハイトーンをやってくださいますかね？わかんないです。ちょっといつも来てくれてる人だと分かって、やっていく人とやっていかない人と伝えてやれるんですけど、初めての場合は状態見てみないと何とも言えないんで、一回お店に来てもらってその状態見てからしかやれないのと、100% やれるかどうかは分かんないです。でもやれます。一応やれる人はいます。まだ募集していますか？これはスタッフの方かな。一応リクルートの件だったら、スタイリストとアシスタントとジュニア、を募集してます。でスタイリストさんが今もうちょっと来てくれたら嬉しいなと思うんで、今15、6人声はかかってるんですけど、そこからまたちょっと増えて、新しいねチャレンジしたい人だったりとか、 YouTube とか TikTok 挑戦したい人いればぜひお待ちしております。 DM で全然来てもらって大丈夫なので。カメラ何使ってますかっていうで、カメラはこちらソニーの、ZV-E10 っていう、ミラーレス一眼、一応まあ変えれるんで、あれはミラーレスではないかもしれないですけど、コンパクトカメラを基本使ったりとか、今ちょっとここにないんですけど、お店に今 α7 III のカメラがあるんで、その2つと、まあ、家に置いてあるのとキヤノンの 7D とか置いてあるんで、その3個持ってますが、基本これが持ち運びやすくて、画面もこういう風に
変えれたりとかできるんで、使い勝手よくて、こいつを使ってます。で、ピクチャープロファイルでちょっとくすませてから撮影したりとかしてる、してパソコンで上げたりとかしてるんで、結構使いやすいです。初心者にはおすすめ。フリマアカウントいつやりますか？フリマか、すいません、ちょっとやりますね。めっちゃ溜まってるんで、服あげるので、欲しい方いたらフォローしてください。アカウント作ります。